はい、皆さんこんにちは、イサオです。それではまたプラネットズーの実況をしていきたいと思います。今回はですね、まあ見ての通り何にもないところですね。ここ一応日本にですね、日本のどこですかね、これ。ちょっとわかんないですけども、まあ一から動物園を作るサンドボックスモードというのがありまして、それをやっていこうと思います。で、このモードはですね、お金も使いたい放題で好きに、動物園を作れるモードとなっております。で、初めに設置されているのは、これですね。なんか動物園の入り口だけですね。一応これ中にも、はい、入れます。なんかこんな感じになっておりますね。入り口なのか、これは。どこにもつながってないですけど、なんか神殿は言い過ぎだな。なんか面白い建物ですね。で、まあ、作っていきましょうか、早速。まずは歩道を、まあいろいろあるんですけど、あとですね、これ結構初めどこにするか迷いましたね。雪のある地方の動物園とかも面白そうだなと思ったんですけどね。じゃあ適当に行きましょう。幅めっちゃ広くしましょう。長さも長くしてみよう。あ、これ長すぎるな。まあいいか。もう金もかからないんで、適当に行きましょう。あ、長いな、これ。まあ、いざとなったら修正するんで、適当に行きます。入り口からもう、適当に伸ばして、で、この辺で分岐させましょうか。非常にいい加減ですが、めっちゃずれてるし。ああ、ここが橋ですね。で、まあ適当に道を作り、入り口付近に、ちょっと従業員用の施設を丸ごとというか、まとめて作っときましょうかね。では、スタッフ用の歩道をこの辺に作りましょう。これですね、あんまり、お客さんから見えないように作った方がいいようです。スタッフ用の施設ですね。まあ、もんですかね。かなりいい加減ですが。はい。ここにいろんな施設を建てます。スタッフ用施設。もう何でも作れますね。飼育員の小屋、これはまだ必要ないんで、検疫所でっかいの作っときましょう。日本っぽいのは特にないですね。南米風とかあるんですけど、北極、クラシック、あと東アジア風ってあるんですけど、これ完璧中国ですね。新世界、クラシックでいきましょうか。いや、新世界でいきましょう。まあ、何が違うのかよくわかんないですけど、機能としては一緒で見た目だけでしょうね。これ一応自分でもですね、この外観っていうのは細かく設定できるんですが、かなりめんどくさいのでやらないです。
多分モッドかなんかでいろいろあるんでしょうけどね。こんなんですね。検疫所。次にスタッフルーム。スタッフが休憩するとこですね。これ隣に立てましょう。今なんかちょっとフリーズしましたね。軽く。で、こうやって道路にちゃんと接続する形で、はい、スタッフルーム。あ、南米風は南米パック増設が必要です。なんか多分 DLC ですね、これ。で、ワークショップ。これ研究するところなんですけど、これ多分、初めからこのモードだと全部解放されてると思うんで、いらないっちゃいらない気がするんですが、まあ、立てましょうか。飼育員の小屋、まあ、ここには必要ないと思うんですけど、まあ、せっかくだから作りますか。よいしょ。そして、あ、外科、獣医外科。作りましょう。これも新世界で。まあ全部この、なんと言ったらいいか、木目調というか、木を使った、この感じでちょっと統一していってみましょう。次、研究センター。これもワークショップと同じで、多分、このモードだと初めから全部アンロックされてるんで、研究する必要もないとは思うんですが、作っておきましょう。で、トレードセンター。動物をトレードするのに必要な施設ですね。よいしょっと。これぐらいかな。あとは従業員用にトイレ、多分いらないと思うけど、作っておこうかな。トイレ。全くもって無駄なんですけど。トイレ。まあ一生置いときましょう。多分使われないと思いますけど。そしてあとはなんだ？あ、電気ですね。ソーラーパネル、変圧器。どっちがいいのかよくわかんないですけど、あれ？あんまりカバーできないな、これだと。まあ。置きましょうか。ソーラーパネルを設置。1個じゃ足らないですね。まあ、いくつか立てましょう。ん？なんだこれ。なんか、よくわかんなくなったんで一回戻します。でもう一個作りましょうか。はい、これ一旦これでこの辺は電力通りました。でこれお客さんからあんま見えない方がいいそうなので、なんかで隠しましょう。その前にお客さん用のトイレもせっかくなので作りましょうかね。やっぱりまあ入り口近くにトイレ分かりやすくあった方がいいと思うんですよね。この辺にトイレを一つ作りましょう。でインフォメーションセンターも作りたい。
っぱりここでまず入ってきて、どこに何があるかお客さんに分かりやすくするためにここに置きましょう。お客さんがスポーンする地点。ああ、なるほど。これはまあ、おそらく初めから設置されてるはず。で、ATM も横に置いておきましょうか。こんな感じですね、今。で、ちゃんと電気が通ってるのか。電気は通ってますね。はい。で、次に、割とですね、このゲーム、動物を迎え入れる前の準備がかなり必要になってきます。木を建てたいんですけど、あれ？これかな？ん？なんか別にあった気がするけど。あれ、どれだったかな？ちょっと忘れてしまいました。なんかあった気がするんですけど。まあいいか。なんか適当な木を並べておきましょう。大陸アジアの温帯ですね、ここは。なんか適当な木を選びまして、ヒイラギ、ちょっと地、まあいいか。この辺にバッ、適当に置いていきます。お客さんから見えないようにしていきます。ちょっとまあいい加減すぎますけども、この配置は。まあ、お客さんから見えないようにした方が、なんか満足度が上がるらしいですね。お、なんだこれ。変な生え方した。これでお客さんからはまあ見えないかな、ギリって感じですね。さて、次動物決めますか。ゾウがいいですね。やっぱりいきなりゾウがいると結構インパクトあっていいんじゃないかなということで、ゾウを買いましょう。とりあえず2匹買いました。で、じゃあ場所を整備しましょうか。じゃあフェンスで、で、フェンスな、やっぱり象ですからね。コンクリート製の方がいいでしょう。高さも5メートルぐらいで、高い方がいい。5メートルは高すぎなのかな。で、これを、小さくて分かりづらい。全然見えない。まあまあ、適当に。
なんか距離感覚がよくわからなくなってくる。まあいきなり完璧なものを作ろうとしても、まあまず無理なんで、まず大雑把に作っていきます。この辺は性格が出ますよね。はい、とりあえずこれでフェンスができて、でお客さんから見えるようにこの辺はガラスにします。ガラスはありそうですけどね。マジックミラーにしましょうか。はい、マジックミラーにしました。あれ逆じゃないかこれ。どうやって変えるんだろう。マジックミラーサイド、あ、こっちですね。はい、これで見えるようになりました。で、動物の方からは見えないので、なんか気になるということもないというやつです。で、脇に、スタッフ用の歩道を作りまして、で、ゲートを設置してやります。で、隣にスタッフ用の施設として、あ、ここを象だからアフリカ風のスタッフルームにしてみましょうか。まあスタッフの休憩所ですねこれ。こんな感じです。なかなか快適そうですね。あとは飼育員の小屋、これもアフリカ風にしてみましょう。と、あとは電気かな。電気を通します。電気、ソーラーパネルを置いて、あともう一つ、水処理もさせましょう。ちょっとなんか水、池みたいなの作りたいんで、ここに作ります。で、地形から、地形スタンプツール。まあまあ、これはいいや。で、へこみをちょっと作って、水を入れてみましょう。はい、まあ、ここに何だっけ、まあ水処理の
機械を置いたんで、ここに、池があっても、この水が汚れることはありません。というわけで、ちょっと時間を進めて、動物を、象ですね、買った象を動物園に送ります。検疫所に送りましょうか。あと今この動物園には人がいないので、人を雇いましょう。清掃員、適当に4人ほど雇いました。次は飼育員、これも4人ぐらい適当に。いや、楽でいいですね、このモードは。で、次整備士、これも4人、まあ何人でもいいんですけど、お金かかんないし、5人にしました。で、警備員、販売所はいるのかな。販売所はとりあえず置いときまして、獣医、適当に置きます。トイレさん、施設にアクセスできません。検疫所がいっぱいです。ん？まだこのスタッフたちにはどこに行けっていう指示は出してないですね。はい、動物の準備ができたようなので、では移動させます。で、誰かが運んで、誰かっていうかスタッフが運んできます。はい、ゾウです。でかい。こうやって動物を入れたので、そろそろお客さんがそのうち来るでしょう。その前にちょっと飼育エリアをいじります。純濃度を上げるためですね。チケットの値段が安すぎると思っています。まあまあ、それは置いときまして、今餌やり場すらないので、水桶と餌入れをお客さんの近いところに置いときましょう。あ、一応これで最低限かな。あ、なんか、お、水浴びしてる。こうやって作ったものを使ってくれると嬉しいですね。
はい、これマジックミラーになってるので、お客、像からはお客さんが見えないですね。で、お客さんも入ってきました。268人。象人気すごいですね。ちょっと日が落ちてきて西日になってきました。で、まだやってないことがありまして、従業員たちの勤務区域を決めることですね。区域名は、象にしておきましょう。あれ、変わらない。あ、なった。では、それぞれ、整備員などを割り当てていきます。あ、ちょっと待って、動物が逃げ出した。見えん。あ、本当だ。ああ そうか、これじゃダメなんだ。ちょっと時間を止めまして、いきなり象が逃げ出しましたね。笑ってる場合じゃない。動物を緊急捕獲。当たり前っちゃ当たり前ですけど、ダメですね、これは。マジックミラーでは象を止められないという、というところで、すごい中途半端ですけども、ここで一旦終わろうと思います。そうか、初めて象を飼ったというか、入れてみたので分かんなかったんですけど、やっぱダメなんですね。ちょっとお客さんに見せる工夫が必要になりそうです。はい。では、今回は以上で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。